浅川勘一は1873年福島県二本松市に浅川雅澄の子として生まれ、日本の歴史学者として著名な人物です。1888年福島県尋常中学校で英国人教師トーマス・エドワード・ハリファクスに教えを受けました。1892年現早稲田大学に編入学し、首席で卒業。在学中に大西はじめ、坪内逍遥、夏目漱石らの教えを受け、横井時雄により洗礼を受けました。1895年大西はじめ、坪内逍遥、大隈重信、徳富蘇峰、勝海舟らに援助を受けて渡米。ダートマス大学へ編入学し、卒業後イェール大学大学院へと進み博士号取得。国際協調と世界平和を提唱し、世界に訴え続けました。